どうもチームシケイダの金子孝明です。今回は音声だけの雑談動画になります。もしよかったら何か作業しながらでも、聞いていただけると、幸いです。よかったら、インスタグラムのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回はつい先日ですね、発表がありました、3月の19とか半ばに発売予定のソニーの、初の、フラッグシップって言っていいと思うんですけど、最上位モデルの α1 について、自分はフリーランスで動画の制作をしているんですけれども、かつカメラはフルサイズマイクロフォーサーズともにルミックスのカメラ、パナソニックのカメラを使っているものなので、ちょっと畑違いだと思うんですけれども、動画制作者的な目線でちょっと感想を述べていこうかなと思います。そういう動画はね、結構たくさんあると思うので、簡単に本当に、つらつら述べていきたいと思うんですけど、まずすごいなって思ったところはですね、まずファインダーかな。自分はファインダーほとんどね覗かない、使わない人間なんですけれども、なんかスペックだけ見てもガチのね、スチールカメラマンの方とかの意見を聞いてもですね、光学ファインダーよりこれすごいんじゃないのっていう、性能ですよね、解像度とか、フレームレートとかですね、 240p とか出るのかな。ほぼほぼもうミラーレスカメラが優位性があるというか、そういう時代になってると思うんですけど、普通の人がねレフ機を使う理由ってほぼほぼ多分なくなってきてるとは思うんですが、数少ない、仕事でやっぱりそういうのが必要だっていう方にとっての、理由みたいなのがこれで潰されたのかなっていうのは感想です。自分にはちょっとね無縁なんですけど、まずそれを思ったのと、あとボディがやっぱり変わらない、基本的には。これね、実は以前ちょっと開発の方にね伺ったことがあって、やっぱソニーのすごいところっていうのは、なんかやっぱりこうアルファシリーズね、ボディとかのサイズがほぼほぼ変わらない、パーツのあの互換性というか、そういうのを結構統一、ずっと一貫して統一してることによって、修理サービスの対応の年数だとか製造コストとか、やっぱりこれはユーザー的にも、売る側にも、すごいいいシステムというか、いいそのワークフローというか、そういうのをやってるっていうのを伺ったことがあって、これ 7S3 ちょっと前に出たね動画特化といっていいあのカメラ、の時も感じたんですけど、その時もさすがにあの放熱の問題でやっぱり時間がかかってたと自分は個人的に思ってるんですけど、その時もやっぱりボディさすがにもうちょっとでかくしてくるのかなと思ったら、やっぱりほぼほぼ変わらないあのサイズ感で出してきたっていうところで、そこもやっぱりちょっとすごいのかなと、自分はできるだけカメラっていうのは小さい軽いに越したことないと思ってる人間なので、それも本当にすごいと思いました。あとはですね、これ基本的にやっぱりタフな現場、本当にガチガチのもう失敗許されない、しっかり記録をしなきゃいけないみたいな、そういった意味の職人的なプロカメラマン向けの、フラグシップモデルってそうだと思ってるんですけど、そういうカメラだと思うんですけど、ただそういうカメラなのに額面上のスペック的にはα7S3、 そのさっき言った動画特化のカメラとトータルで言うと多分変わらないどころかほぼほぼ上位互換なのかもしれないなっていうスペックで出してきたのはちょっと驚きました。本当にざっくり言うと α7S3 が何でもね HDMI の出力とか外部出力でも大体 4K までで、対応しているのに対して、 α1 は、それに 8K の最大 30p かなの撮影に対応してるってことで、いやこれは本当にすごいなと思いました。ちょっとざっくり見ただけなんですけど、一応 HDMI だったらロー出力もできるのかな、内部出力でもシネマ 4K みたいな、ちょっとだけね横長の 4K は撮れないってことなんですけど、そのうちもしかしたらファームウェアで対応してくるかもしれないし、なんかこれだけ見ると単純に α7S3 人によっては超えてくるスペックなのかなっていうところも感じたので、すごいなと思いました。厳密に言うとやっぱりこれは写真撮る方用なので、チルトで、バリアングルじゃなかったりとか、ログ撮影時の最低の ISO 感度ちょっと高いのかな、と S3 が640だったのが α1 だと800なのかな、そういうちょっとした違いはあるんですけど、でよくこれ言われてるのが α7S3 の方がねやっぱ画素数小さかったりとかする関係でノイズ感、特に暗いところ、高感度の ISO の時の、ノイズ感みたいなのが少なくなるから、そこはね、負けてるよねみたいな、さすがにって言ってる方いたんですけど、僕もそこはそうだと思う、動画に関してはそうだと思うんですけど、ただ結構その低画素だから高感度ノイズ出ないっていうわけじゃ一概にそういうことではなくて、動画ではそうだと思うんですけど、写真で言うならもしかすると α1 の方がノイズ感結構少なく
撮れるんじゃないかなとも思ってますし、動画に関してももしかしたらね、トータルで言うとあんまり変わらないんじゃないかなっていうのを思ってるので、結構本当にスペック上で見たら本当 S3 のもうほぼほぼ上位互換なのかなっていう気はしてます。これはちょっと比較動画とか見てみないとわからないんですけどね。低感度、普通の明るいところの撮影、ISO をそんなに上げなくていい条件下だと多分画質はいいですしね、同じ 4K であってもですよ。多分これはセンサーが 8K からのオーバーサンプリングっていう、まあ、全画素読み出しでこう、やってるので、これは前出したギズモードさんの比較の S5 と α7S3 だとやっぱりこれ同じ理由で、 S5 の方がやっぱり明るいところの撮影だとちょっと画質がいいみたいな話でも同じ理由なんですけど、あとは、まあ、僕動画の人間なんですけど、やっぱりインスタとかね、ちょこちょこ写真で、活動もしているので、そういう人間からするとなんと、電子シャッターでも、多分200分の1まではなんとストロボを使えるね、同調できるっていうことなので、これはね地味に僕はできるだけシャッター音とか鳴らしたくないのもあって、メカシャッター使いたくないタイプの人間なので、ストロボね使う時だけはもう仕方なくメカシャッターにしてるんですけど、そういう人間にとってはすごい、ああすごいな、これはちょっと羨ましいなって思うところではあります。まあ人によってはそんなにね、まあ、関係ないのかもしれないですけど、それはすごいなと思いました。あと写真の性能とかはね、もういっぱいレビュー出てますし、まあ、とにかくすごいんだなというところですよね。で、あとその他で思うところとすれば、結構噂されていたグローバルシャッター等々積んでくるんじゃないか、あとクワッドなんちゃらっていう、普通に低感度の時はマックス画素数使うような仕様にして、その高感度時はなんかその低画素に、ちょっと切り替えられるようになって、あえて、低画素、実質的な低画素にすることによってノイズを抑えようみたいな、なんかすごいセンサーをもうなんか開発してるってことなので、それを積んでくるんじゃないかっていうのは、それはなかったみたいですね。ただまあ画素数を切り替えられるセンサーじゃなかったとしても、さっきも言いましたけど、そこまでノイズ感って目立たないんじゃないかなとも思ってますし、グローバルシャッター云々に関しても、これまた今度動画出そうと思うんですけど、最近のカメラはローリングシャッターであってもね、だいぶ僕同じ系統、マイクロフォーサーズですけど、GH シリーズを、ちょっと古い機種から順々にこう使い続けてる人間なんですけど、やっぱそのローリングシャッターの歪みみたいなのはどんどんやっぱり軽減されていて、なんかざっと紹介ページ見たら、そのグローバルシャッター云々以前にそもそもね、そういう歪みってほとんど起こらなくなってきてるんだよっていうことなので、まあちょっとインパクトには欠けるんですけど、グローバルシャッターとかじゃなくてもね、そういう歪みみたいなのだいぶ抑えられているのかなっていうのは感じるので、実用性ではそこまで気にする必要ないのかなと個人的には思っています。で、まあざっくりまとめちゃうんですけど、まあ当然ですけど、これはもう本当になんか権威性というかね、やっぱりそういうカメラなので、ほとんどの方にはちょっとオーバースペックというか、コストパフォーマンスっていうだけで見ればそんなにいいカメラではないのかなと、まあそういうものなので。だって実売価格で8、90万ぐらいでしたっけ、なんかねライカが買えちゃったりとかね、そういう価格なので、まあこれがどれぐらいのね、人に刺さるか、で必要な人の中でも本当の意味で性能的に必要って人って本当にどれぐらいいるのかな、プロの方であってもねっていう、まあそういうものなので、あれなんですけれども、まあ普通に仕事をするんであってもですよ、まあ、これを1台買うんだったらほとんどの人にとっては α7S3 と、あとじゃあもう写真もすごいちゃんと撮りたいんだったら、これよりちょっと画素数の高い α7R4 を1台ずつ買ったとしてもお釣りが多分来ると思うので、まあ普通の人はそういう風な買い方をした方がいいかなと思うんですけど、まあすごいね、その技術力を示したっていうことでは、やっぱりまあ本当にこう人によってインパクトの度合いも違うと思うんですけど、でも個人的にはまあそういうタフな現場でキャノン使われてる方とか、プロの方とか、そのアマチュアでもすごいねやっぱカメラ好きで、まあそういう持ちたいみたいな方であっても、例えばキャノン使ってる方がこれ見てとりあえずじゃあすぐちょっと乗り換えようかっていうなら、そこまでのインパクトないのかなっていうのは個人的には感じています。よくねキャノンの、R5 ねと比べて、まあ、R5 よりすごいみたいな、まあ、言ってる方とかもいたんですけど、それはそうだろうっていう、そもそもなんかカテゴリーというかランク付けが違うんでね、キャノンはまだその
噂で名前が R1 ってなるか分かんないですけど、フルサイズミラーレスの 1DX みたいなカメラをまだ出してないのでね、R5 はあのレフでいう 5D みたいな多分カメラだと思うので、まあ、そこと比較してもなっていうのはやっぱありますし、逆になんかそこと結構比較してまあまあ結構拮抗してる部分もあるだけ、キャノンも本当にすごいんだなってね、なんだかんだね思ったので、まあだからキャノンとか使ってる方なんか特にR1 か分かんないですけど、それを待っても全然いいんじゃないかなっていう印象はありました。ただまあ本当にね、やっぱね結構一段進化したテクノロジーだとは思うので、逆にねキャノンはちょっと後出しな分、その R1 的なカメラが互角ぐらいのせめてレベルを出してこないと、ちょっともう本当にソニーに遅れを取ったなって印象を与えかねないようなあれなので、まあ、市場原理的にはね、あのいいことなのかなと、競争原理が働いていいことなのかだとは思うんですけど、ね、これを受けてそのキヤノンはどれだけ、ね、いいカメラを、ね、出してくるのかっていう、それこそねキヤノンの方はグローバルシャッターそういうカメラに積んでくるんじゃないかっていうすごい噂も結構飛び交ってるので、ね、ちょっとね僕には結構無用の長物だと思うので、ちょっと低みの見物というか気楽に眺めてるところもあるんですけど、ちょっとね話題になってみたので今回はこういう話をしてみました。今回の話は以上になります。よかったら他にも映像作品とか映画の話、カメラの話、 Vlog とかいろいろアップしてるので、コメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと背景に流れている写真は Instagram で自分がアップしているものなので、こちらも毎日投稿しているので、よかったら概要欄等からフォローお願いします。失礼します。